1915年版表紙12番街のラグTwelfth Street Ragは1914年に UDL ボーマンが作曲したラグタイム曲。曲名はボーマンが出演していたカンザスシティの盛り場12番街から取られている。ラグタイム時代にとりわけ有名なベストセラーとなった曲であり、ルイ・アームストロングからレスター・ヤングまで多くの様々なアーティストたちが録音してきていて、現在もディキシーランドジャズのスタンダードナンバーとなっている。P.B. ハントのピアノ録音は、ビルボードの1948年のナンバーワンシングルとなり、300万枚を超す売り上げとなった。これは、キャピトルレコーズ15015として、同年の3月に売り出されたものである。作曲者 UDL ボーマン自身もこの曲を録音して、ボーマン11748として出版した。この曲の楽式は、イントロ AA1、イントロ 2A2 である。この曲は、ジョー・フランクリン賞のテーマ曲として最もよく知られている。1919年のチャーリー・チャップリンによる短編映画、1日の行楽では、乗船中のシーンで、アフリカ系アメリカ人のバンドがこの曲のポピュラーラグのバージョンを演奏しているのを聞くことができる。さらに最近ではテレビシリーズスポンジボブスクエアパンツのバックグラウンドミュージックでウクレレのバージョンがよく用いられている。ありがとうございます。